ジャイアンツ714ドジャース29日サンフランシスコドジャース大谷翔平選手の第6打席は申告敬遠タイブレイクの11回虫二塁先頭で打席に入ったが勝負を避けられた動画大谷豪快26号ソロ高く上がった打球はセンターへ一直線スタンドインの瞬間人差し指掲げる姿がかっこいい大谷の申告敬遠は2戦連続で今季4個目 敵地だがドジャースファンも多く、観客席からはブーイングが響いた。だが、続くスミスが左中間へ二塁打を放ち、大谷も生還。さらにフリーマンにも敵地だが飛び出すなど5連打の猛攻となり、一挙7点を入れた。大谷はこの日一番、DH で出場し、3回には26号ソロを放った。11回の申告敬遠を含めて、4打数1安打1打点2支給。 試合は11回に猛打爆発となったドジャースが勝利した。